コンプロフェッショナルとはギャグだって真剣に取り組むこと。ハローグッズ現象のイザです。トムです。コジャです。深村です。今日は説明するより見てもらった方が早いので、まずはこちらをご覧ください。ドン。はい、コウモリが子守。はい、いいでしょう。あっていう感じで、子守するコウモリのイラストですね。なるほどね。はい、はい、ということで今日はダジャレイラスト。おお、なるほどね。今回あのイラストを学生スタッフに描いてもらったので。すごい。あ、そうなんですか。ありがとうございます。まだ誰も見たことのないものばっかり出てきて、おお、全部で6問あります、はい、正解で1ポイント、間違ったら他の人が間違えるまでお休みです、はい、イラストが表しているダジャレを察してうまいこと答えてください、はい、なるほどね、はい、察しを読んで察してくれってことだな。それでは参りましょう。1問目こちらです。どうぞ。カメレオンがカメラオン。正解。カメレオンか。カメレオンじゃないと思う。カメレオンだろ。カメレオンだろ。いやなんか先に、うん、あのオンライン会議とかかと思ってそっちから考えてる。あ、なるほどね。このイラスト見てさ、カメレオンが関係しないことあると思う。いやいや、なんだろうな。これね、多分苦戦するよ、マジで。え、確かに伊沢さん得意そうだね。俺は得意だったの、これは本当に。なんか、そういうこといつも考えてる。あ、そうそうそう。ダジャレ言ったのは誰じゃって感じだもんね、本当に。もうこういうの。ということで、伊沢さんに1点です。2問目はこちらです。どうぞ。キャタツムリなカタツムリ。正解。早い。分かった。早い。いや今分かったけど早い。分かったけど早い。早押しだから。すごい。電球が切れちゃったのかな。変えたいんかね。あ、それでいくと電球を変えようとはカタツムリ思わないね。いやでもだって明らかに困ってるよこのカタツムリ。そう、それを刺しなきゃいけない。そう、刺しを読むように刺したからね。え？え？違う違う。今の。3問目こちらです。ドン。な。教団のヨルダン。残念。違うか。ちょっとヨルダンじゃないし。確かに。細かく見るといろいろヒントがあるかもしれません。ちょっとこれは、いや、いけて。ちょっと。いや、もうダジャレが思いつかない。Feel. Don't think. Feel. ダジャレ言わなきゃいけないから。それは思いつかなきゃいけないっていう、そういうルールだから。これはもういわゆるダジャレを早く言いなしゃれのやつよ。あと5秒で伊沢さん復活させます。いやー。5、4、3、2、1。シェイクエイトでワールドカップダジャレ知らない人や違います。カタルカタール。はい、正解。カタールだ。いや、そう、1993、これ右から読むんで、うん、数字のところに1993っていうのは分かったんですけど、うん、これはあれだ、あのドーハの悲劇の話だね。1993のやつ。そうそう、私ずっとドーハの悲劇考えてて、うん、ドーハ、この人ドーハどこ行くだろうな。ああ、なるほど。そこまで言ってたのすごいね。はい、英語で書いた時に頭文字が9になりますというのと、うん、まあ、サッカーはワールドカップやりますね、うんうん、あ、じゃああれがそのカタールの形だったの。あ、そうです、国土の形ですね、頭が。あと後ろの長方形ね。あ、比率が11対27になってる。なるほど。11対28です。ごめん、ミスター。国旗が細長いことで知られる。なるほどね。これは俺がやっぱ間違いを生かして国旗心でね解いたからよかったね。それでは4問目こちらです。ドン。互角が互角。正解。おー、すごい、すごい。よく言ったね。いやいや、やっぱこれでしたね、書いてる感じ全部互角だね。これはすぐ分かる。ということで、互角な互角でもありますし、もっといけるとしたら、互角な漢字の互角の漢字という。あーそういうこと。そういうことってどういうこと、はい、いやいや、だから普段からほうれん図のね、あの互角つけてるんで、そういうことです。すごいギャグだ。はい、面白いでしょ。面白いギャグだね。ファニーだったよな。ファニーですね。うん、くそ。ま、俺の本業はインタレスティングだけどね。さあ、ということで、伊沢さん3ポイント、こうちゃん1ポイント、トムがまだ0です。頑張ってください。答える。それでは、5問目こちらです。ドン。書いてもらいました。うまい。わかんないんだよな、普通に。誰かというのはとても重要なポイントになってきますね。そうだね。いや、誰かはね、俺なんとなく分かって、しかもこの人めちゃくちゃギャグになりやすそうなんだよ。すまし顔のすがし顔。正解。強っ。アイアンナンバー。強っ。これがプログレスや。すがし顔さんか、これ。プロフェッショナル仕事の流儀のプログレスなどがすがし顔さんですね、はい、う
最初メガネが透かしてあるから透かし顔になるかなと思ったんだけど、なんもないと思ってじゃあ澄まし顔かなと。すごいポン。プロフェッショナルとはギャグだって真剣に取り組むこと。最終問題5ポイントです。おいしゃれ。あ、これ最後か。これ最後です。ラストのイラストじゃん。やったー。面白いなと思ったから正解を押しました。面白ポイントもゲットした。これ1問目から考えてたんだね。それでは6問目こちらです。バン。左のなんだろうこれ。左のが何であるかというのは、ポイントになってくるかなと思います。あ、わかったわかった。わかったのすごいな。一箇所わかった。後半がわからない。左のやつ何ある。ヒントとしては、左のやつは僕は初めて見たな。初めて見た。わかんねえ。わかんねえヒントだなそれ。じゃあ押していくか。いいよ。もうヒントになっちゃうけど。いいよ。発泡スチロールが鉄砲を持ち込む、うん、残念。アバウトないんじゃん。フリースタイルなの。ちょっと、え、なに。発泡スチロールに見えません。川村さん、これ発泡スチロールなんですか。いや、材質に縛りはない、ね、そじゃ違うじゃん。なんか線入ってるね。そうですね、うん、あ、いいこと気づきましたね。そうだよね。じゃあ、あと5秒でトム復活させます。いいよいいよ。5、4、3、2、1、復活。左のやつね、多分見たことないかもしんない。僕は、あ、なんか俺分かった気がする。あれは銃ですよね。うんうん、銃なんだね、はい、銃なんだ。あれは銃と受け取っていただいて大丈夫ですと。焦ってるよね、ちょっとね。それでは、ご討伐をなくします。いっぱいダジャレを言ってください。やったー。銃を取られて銃ちょっと待って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 、ちょっと待って。銃を取られて銃ですって。奥様銃銃だから銃があったりとカバンに、うん、でバレちゃったりだ。銃取られて、うん、銃銃って感じじゃん。伊沢行ったれ。エンタシスでエンタシスで、ちょっとさ、エンタシスっぽいじゃん。エンタシス柱ね、柱ちょっと膨らんでるね。ギャグで持ち込んでエンタメの銃ですよって言ったんだけど、その銃するわけねえだろっつって、エンタシスでエンタシス。行ったれ行ったれ行ったれ、トンボ行ったれ。押してから考えるが早押しの極意だから。砲刀が銃刀法違反。面白い面白いぞ。いい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 、まさかの。いいぞ。あいつ砲刀の中の具材だったんだ。砲刀、あれ砲刀、砲刀だったんだ。あいつ砲刀に見えないけど。あんまりまだ動画出たことないのにすごい酷なのに。一番きつい。一番過去一きつそう。いや俺はさ、ちょっと山芋とかと思ったんだね。あー、ポースチロールとか山芋とかよりも、あ、違うの、形状に行ってほしいという。あ、なるほど。そういうことか。十八角柱が十八角柱。いかない。違う、もう、ガラクサ高く中まで行ったのに。あ、やば、ナンバーワン。ダジャレ王だ。伊沢が優勝して、いい、ざわざわ。マイナス5点。なんでだよ、俺おかしいだろ。はい、ということで、最終結果、トムが0、伊沢が9点、コウちゃんはマイナス4点になりました。なんでか、1点にする。1点だろ。コウちゃんには僕から5点を上げて1点に戻しました。勇気に5点。勇気に5点。はい、ということで優勝伊沢拓司。いや、まあでもね、まあね、これ圧倒的に強かったよ。うん、1問目がさ、カメレオンがカメラオンとかレベルかと思うけど、だんだん難しくなっていったのに強かったね。ずっと強かったね、うん、そうだね。優勝ミーザ優勝だな。ということで今日はね、ダジャレイラストやってきました。皆さんどれだけ点数を取れたか自分たちに教えてください。コメント欄よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、チャンネル登録よろしく。さよさよなら。噛んだで噛んだ。笑えよ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるので、ぜひチェックしてね。それでは次の動画でお会いしましょう。